はい、こんにちは。今日なんですけれども、このスタジオをですね、もう精神の時の部屋状態にしてトレーニングをするとどうなるのかやってみたいと思います。このお部屋、今ですね、温度がやばいことになってるんですよ。なんぱねー、あーちー。エアコンね、これ暖房30度でマックスで設定してるんですよ。でもこの状態でちょっとトレーニングしてちょっと追い込もうとまあちょっとね、マジで無駄、マジで無駄、なんでそんなことやるのって言ったら、思いついたから。そう、それだけ。もうマジで無駄だから。しかも絶対にさ、こんなことしない方がいいじゃん。これってもう昔の部活の根性論じゃん。だからけど、まあちょっとね、せっかくなんで田畑式トレーニング、まあヒートですね、今からやっていきたいと思います。はい、じゃあ今から田畑プロトコルをやっていきたいと思います。ちなみに僕、ヒート超苦手です。熱いけど、見て分かる通り、思ったより汗出てんね。はい、ということでムンムンのスタジオでヒートやったらどうなるのかやってみました。結果、俺ヒート下手くそ。汗が最後出てきました。それでは